は泉大津、いや泉市、どちらかちょっと分かんなくなりましたけど、池上染井史跡に来ています。ここで弥生文化祭というイベントをやってます。この辺いつもは柵がしてあって中に入れないんですけど、今日は中に入れるようになってます。この中でキッチンカーが出たり、ステージがあってイベントがあったり、ホームページを見ると去年と一昨年はコロナの影響で実施されなかったみたいなんですけども、今年は開催、今回そちらにありますけど揚げパンですね。この揚げパン、ショッピングセンターいろいろイオンとかにも出品されてるので買ったことがあるんですけど、昔懐かしいきなこ揚げパンとか砂糖揚げパンとか、まあ、いろんな味の揚げパンも売ってますので、せっかくなんで休憩がてらブラブラ中を見てまいりたいと思います。物産店とか、あとコーヒー、紅茶、飲み物、あとトレーナーとか、奄美大島の藍染めって書いてありますけど、いろんなお店が出てます。こじんまりした会場ですね。今12時半ですけど、人でも適度でそんな密にもなってませんし、車の来場の方が多いと思うんですけど、駐車場も結構空いてます。地域のイベントなんでしょうけど、程よい混み具合といったところですね。キッチンカーは6店舗出てますけど、一番人気はクレープですね。では揚げパンを買って帰りたいと思います。砂糖2個と、はい、あと、きなこ、キャラメル、ココア、抹茶を1個ずつ。はい、かしこまりました。またインスタ上げときます。ありがとうございます。猫ちゃんの方ですよね。覚えてくれてます、はい、猫ちゃん可愛すぎました。ありがとうございます。猫好きなんですね。好きです。これね、むっちゃ猫並んでるから、また猫ちゃんの写真どんどん上げてください。ちょうどいいサイクリング日和ですもんね、はい、でちょうどインスタ見ててここに出店って書いてあったから、あ、ちょうどいい目的地やなと思って。ありがとうございます。はい、お待たせしました。